見せられるか。 並々ならぬものでした。あ、こんばんはお兄ちゃん。ちょっとだけ久しぶり。え、あ、君は。うんうん、ちゃんとセーバーを呼び出せたんだ。うん、どうも。これで条件は5分。じゃあ殺すね。遠慮はなしだよ。決定バーサーカー。シロ、下がって。あの子は敵です。はい、トウサカ、できればお前とは戦いたくない。ダメよエミヤ君、
こうなったらもう戦うしかない。言ったでしょ、戦場であったらその時。分かってる。父さんだってこのままに引くわけないもんな。そういうこと。さあ、目いっぱい飛ばしていくわよ、シロ。セイバー、アーチャーを頼む。わかりました、シロ。アーチャー、セイバー、よろしくね。手を抜くなよ、リン。はっ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 がついた。命まで奪うなんて死んでも思わない。思うものか。だから立ってくれ、遠坂。来たぞ。分かっている。どうした英雄王よ。まさかお前が不安だとかそういうことは。貴様、俺を何だと思っている。これは失礼。何か考え込んでいたようだからついな。まあ誰でも関係ないさ。何にせよお前が負けると考えがたいが。当たり前だ。さて遊んでくるか。待っていたぞ、セイバー。アーチャー、なぜここにいるのです？なぜも是非もない。俺はお前を迎えるためにとどまったのだ。おとなしく俺の元へ来い、セイバー。断る。私にはシロウがいる。この身に変えても守るべき誓いとともに。ふう、そうか。ならばしつけが必要だな。その誓いとやら、そこにいる雑種ともども引き裂こう。力ずくでもその身、その魂、汚してくれる。ならば私は、神明を通して、あなたの存在を否定しよう。おい、何？おい、おい、死ね。